やっぱり外国語なんて楽しく勉強すべきものだよ。おはようございます、皆さん。こっちはイタリア語だったらどうっていう革命的なテキストの作者のダビデです。そうそうそう、みんな、Facebook やってるね。Facebook などをイタリア語に設定してみたら、どう思いますか？楽しい勉強になるじゃん。それで楽しく、いろいろな新しい単語、勉強できるようになるでしょ？はい、ってわけで、Facebook をイタリア語に設定しようぜ。まず出てくるのは、この、crea un post っていう言葉。crea っていうのはね、もともと、creare 動詞、作る、作成するっていう意味。一方、post は、投稿のこと。ってことで、creare 作る動詞をあなたに合わせれば、crea、creaUn post 投稿を作ってね、作成してください、あなたはのこと。面白いね。続いて下、ちょっと下へ行けば、あー、cosa stai pensando。 そうそうそう、あ、cosa stai pensando。 まず、あ、cosa、 何について。一方、この、stai pensando、 もともと、pensare 動詞、思う。gerundio、 そうそうそう、gerundio っていう動詞活用にすれば、star pensando。 知ってた？ star pensando、 思っているのこと。この、starっていう動詞をあなたに合わせれば、stai pensando、 あなたは思っている。でも、a cosa、 何についても加えれば、 a cosa stai pensando、 何について思っていますか、あなたは。すごい。じゃあみんな、ここまで大丈夫で、もっと下へ、フォト、ビデオ。フォトは写真、ビデオはやっぱり動画、ビデオ。これは簡単だけど、続いていこう。タガアミチ。このタガっていうのはね、もともとタガレ動詞。タガレ。ってことで、タグをつける。タグ付ける。やっぱり、タガレ動詞をあなたに合わせれば、タガ、あなたはタグしてください。タグ付けしてください。でも何を？アミチ。タガ、アミチ、友達、友達たちをタグ付けしてよ。タグ付けて。続いて、面白いポイントはね、日本語のいいねって、イタリア語では、そう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 、ミピアチェとなる。ミピアチェ。面白いね。やっぱり英語の I like it と合ってるね。好き、気に入るってこと。イタリア語では、mi piace っていう、好きだよってこと。で、最後は、みんな最後は、コメンタ。コメンタ。そうそうそう。それは、もともと、コメンタレ。どうし。コメントする。やっぱり、あなたに合わせれば、コメンタ。コメントしてください。コメントしてね。コメンタ。あなた。オッケーですか？いろいろ新しい単語を覚えてきたじゃん。楽しかったね。で、すごく楽しい練習になるから、ちょっと Facebook とかをイタリア語に設定してみてね。はい、見ていただいてありがとうございます。